第106回全国高校野球選手権記念大会、7日から17日間、甲子園の組み合わせ抽選会が4日、全49校の関係者が集まり大阪市内で行われ、関東第一東東京は、第6日第4試合で北陸、福井との対戦が決まった。関東第一は今春の選抜に出場するも、開幕試合にタイブレークの末に敗れた。 主将の高橋鉄平内野手、3年は、春の悔しさがなければ、このような結果はないとリベンジに燃える。チームの強みは最速149キロ右腕、坂井両投手、3年、ら安定した投手陣。関東第一らしく投手をカバーする野球ができたらと意気込んだ。